僕は最近死んだ人気ミステリー作家の隠し子、父の隠された意向を探すため、新人編集者のキリコさんと共に父の関係者へ話を聞きに来た。元担当編集者、東堂の証言。はい、相談は受けました。試し釣りではなく、実際の本の形にしてチェックできないかと聞いてきまして。不思議な話ですね。費用と時間はかかるが可能だと答えました。ただ肝心の原稿はできていなかったみたいで、期待して待っていたのですが、それっきりでした。それと他に何か聞いてないですか？人を殺したとか。